がとうございます。おはこんにちばんは、おしんちゃんことごせあやです。本日は、秋ハック、小木川へ来ております。今日のミッションはこちら。カラオケスナックあやがありました。しかしこれは私のお店ではありません。人気の焼肉屋さん、焼肉小太郎さんにお邪魔しようと思います。飲食店を紹介する YouTube をやっているのですが、こちらで食べてるところを撮影させていただくことって大丈夫でしょうか。突然の訪問だったんですが、心よく、入れていただきました。ありがとうございます。本当優しい。こちらのお店、小木川の方のお友達に紹介されて以前ね来たことがあったんですけど、すっごいね美味しかったんですよね。ひっくり返さないと。ちょっと焼いて乗せればいいのか。あーすごいな、なんかいろいろ、あ、おにぎりにハンバーグ、オムライス、ラーメンもある。うわー、こんにちは。すごい可愛い感じの店内ですよ。なんか喫茶店みたいな。すごい。丼物も、もうカツ丼、卵丼、タニのエビ丼、もうカレーもあって、チャーハン、オムライス、ラーメンもあるし、しかも安っ。どこから行こうかな。いただきます。すごい、もう美味しそう。この手作り感のある感じがすごいたまらない。まず揚げたてのエビフライから。あー、大好物のエビフライ幸せ。いただきます。はい、来ました。秋ハクのラーメンといえば秋葉麺屋一生さん。こういうの美味しいんですよ。濃厚な味噌とかがあって、早速行ってみようと思います。はい、一生さんに、撮影のご許可をいただいて無事入店いたしました。あー、すごい。味噌もこの赤、白、黒、タンタン、もう4種類あって、お醤油のねラーメンもいろいろ、つけ麺とか小泉翔太郎とか、ちょっといろいろ気になるメニューがあります。あ、この売り切れごめんのあの餃子ってめちゃくちゃそそられるネーミング。ちょっとこれ餃子も頼もう。鈴木圭一が作るニーツマイ。わー、お米も絶対こだわってるんだろうな。味噌どれがいいのかちょっとわかんないから、ちょっとおすすめ聞いてみようかな。あ、お願いします。はい、あ、小泉さん、お久しぶりです。以前動画撮影の際お世話になりました。この前もイベントですっごい美味しかったです。なんかもう味噌赤白黒タンタン4種類もあるんですごい迷っちゃうんですけど、どれがおすすめですか。白にしますか。あの一番超人気商品。じゃあ今日じゃあまず白で。はい、だってこの売り切れてないです餃子まだ。売り切れてません。あ、よかった。じゃあ餃子もじゃあお願いします。はい、餃子5個で。5個で、はい、はい。あ、ラーメン、じゃあ味玉もトッピングでお願いします。はい、いや、もうすっごい芳醇ないい香り。まあ、もうこれはもう早く食べたい。あ、では早速いただきます。あ、でもちょっとね珍しいビジュアル。ちょっとマー油ですかね、なんだろう。ちょっと黒いのがちょっと見えます。スープ、あ、結構ねがっつり感がある。なるほど、スープも熱々。多分ちょっとこの炒め野菜からもちょっと香ばしさが出てるのかな。芳醇でなおかつちょっと香ばしいみたいな。
このシャキッとした感じがもう最高。もやしのシャキ加減がたまらない。うん、いいね、王道。うん、早速麺もいこうかな。おー、すごい、結構力強い丸太の太麺。うん、あ、麺美味しい。麺自体にも結構しっかり甘みがあって、しっかりスープ染みてる。あ、噛むとね、すごい甘みがあります。うん、ちょっともっちりしてる感じ。すごい好き。なんか味噌も地元 JA21 さつき味噌を使用って書いてある。結構ね、地元のものにこだわってるみたいです。お醤油も本当地元のお醤油だ。うん、クラゲもちゃんと入ってる。うん、ちょっとなんか背脂も浮いてる。うん、あ、この油のコクがたまらない。うん、まあ、味噌はいい感じ、ちょっといい感じにこってり感も欲しいですよね。あ、こういうチャーシュー好きなんだ。絶対柔らかいやつ、ちょっと炙ってある。うん、やばやばやば、角煮みたいな。でもこれとまた別に角煮っていうトッピングもあるんですよね。チャーシューうまい。うん、野菜もすごいなんかバランスが取れてる。なんかあんまりもうドバーって感じじゃないんで、ラーメンと一緒に食べてちょうどいい量。次餃子いっちゃおうかな。もう見るからにこのみっちり詰まった感じが、結構しっかり焼きな感じかな。うん、うん、めっちゃおいしい。みっちり詰まってる。ニラとか結構しっかり効いてて、あ、このやみつき感がある。うん、これ好き。シャキシャキ、野菜のシャキシャキ感もしっかりあって、皮も美味しいね。皮も甘いです。うん、ニンニクの効き方も程よくって、うん、一口でいきたくなるやつ。ほんとジューシー。なんかみっちり詰まってる肉汁と、めくるめくジューシーな世界。うん、あっという間に5個食べちゃった。あ、なんかもうほんとなんか夢中で食べちゃう、謎のやみつき感が。結構しっかり豚骨が効いてるんですけど、味噌がね、甘さとキレのバランスが、うん、甘さもあるんですけど甘すぎないみたいな。でコテコテしすぎてないんで、もうさらっと食べちゃうみたいな。わー、卵すごい綺麗。白身もちょっと柔らかそう。うん、いや、この半熟加減一番好き。いや、もう
っという間に。最高、ごちそうさまでした。何この食べ終わった後の幸福感、満足感。最後に店主さんにちょっとお礼を言って帰りたいと思います。いや本当美味しかったです。一杯しか食べてないのにもうラーメン50杯ぐらい食べたぐらいのもう満足感が。60杯食べた気持ちになりましたねこれはプラス10で。もう幸せです。でもなんか地元の食材をなんかいろいろ使ってやってらっしゃるところがまたすごくいいですよね。新津の味噌って美味しいんですね。そうなんですよ。なんかまあいいものが結構新津にあって、それを知ってもらいたくて、まあこうなんか地産地消で醤油とか味噌とか、食材とか、丼とかを、グラスもそうですし、そういうのはやっぱり、あ、これも全部新津の、はい、これは安田なんですけど、安田瓦さん、あ、知ってます知ってます、はい、に特集で作ってもらってる丼。すごい。なんか器もしっかり、なんかいい感じの重みがありますもんね。ありがとうございます。でも本当なんか小泉さんはなんかもうラーメンのイベントとか結構新潟新津のラーメンの盛り上げとかにもすごい積極的に貢献なさってて、すごいなっていつも、いや全然すごくはないんですけど、なんかもっと知ってもらいたいなっていう、なんか新潟ラーメンをたくさんの人に知ってもらったりとか、ね、あの誇れるような食でありたいなっていうのはあるので、できることをやり続けるだけだなと思ってますね。さっき古町の方にも別邸としてお店をオープンなさいましたよね、はいはい、そうなんですよ。古町はまあ本当新潟県で、味のある町で、古町はやっぱ古町だなと思ってるので、そこに少しでも、ラーメンの力で何かできたらなと思って出店しましたね。いや古町でまた一軒美味しいラーメン屋さんができてくれて本当ありがたいです。ありがとうございます。別邸さんの方もこと結構似たようなメニューなんですか。別邸またちょっと違うメニューでやってるので、それはまた生きがいが、ぜひお願いします。ありがとうございます。また改めていろいろ他のメニューも気になるんで、ゆっくり食べに来させてください。今日は本当ありがとうございました。店主の小泉さん、いろいろ積極的に盛り上げにも貢献なさっていて、バイタリティあふれる方で本当素敵です。本当ね、しかもラーメンも美味しいし、 地元新津の食材や、食器、いいものをね、どんどん広めようっていうね思いもすごく素敵です。本当にいい時間を過ごさせていただきました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。はい、続いて4軒目やってまいりました。まだまだ食べます。はい、寿司ダイニング荻川さんです。